本日も始まりましたイッツをやりまして、今回もパチンコ大好きゆりがお届けします。ちょっと前回は引きがほんまにゴミやったんで、今日はちょっとやったろって気持ちでいっぱいです。ということで本日試打させていただく機種は P ルパン三世2000カラットの涙です。今日ちょっと私ちょっといつもと違うと思うんですけど、気づきますか？ちょっとレザーが藤子っぽい。藤子か。なるほど。ちょっと今日は藤子っぽくして、ちょっと藤子ゾーンが激アツって聞いたんで、ちょっと藤子の引きを借りて今日も頑張りたいと思います。では打っていきます。はい、じゃあちょっとスペックの方から説明させていただきます。メーカーは平和さんで、仕様は1種2種混合機となっております。大当たり確率 319.6 分の1の U タイム非搭載です。最近なんか出てくる信頼って U タイムが非搭載の台が多いイメージですね。そしてラッシュ突入率が約 50%、 継続率が約 81% です。大当たり中の出玉に関してはオール1500個という感じですね。へその返しは3玉返し、いいですね。最近エヴァとかよく売ってるんですけど、へその返しが1玉なんがめっちゃしんどいんで、やっぱ3玉の返しは大きいですよ。あとはラッシュ突入率の 50% の 50% でなんと3000玉スタートなんで、でかいですね。最近流行ってるリゼロと同じような感じですかね。でもリゼロは 77% かな、継続率なんで、ルパンは 81% あるんで、こちらも乞うご期待ですね。右打ち中は、あとは最近の新しい台って筐体結構大きかったんですけど、すごいシンプルで、こういうのは私シンプルな方が好きなんでいいですね。あとはハンドルがあるぐらいで楽しそう、運転してる感じになりそうですね。これカスタムの紹介です。タマちゃん告知カスタム、大当たり時にタマちゃん一発告知が指定の確率もしくは隠しボタンとして発生ですね。の場合が通常 SP 中隠しボタン告知率約 50% 約 99%、 タマちゃん見たい方はまあこのカスタムしてみてください。で次、演出頻度カスタム、通常時紙防弾タイム中の先読み供与国に関わる比率のカスタムですね。まあ、これはまあ通常期待度アップ、期待度大幅アップ、先読み来たら当たりやすいってことですかね。まあ、でもその分演出が減るんかな。次はチャンス予告出現アップカスタム、予告の出現率アップがカスタムできます。まあ、見たい演出があればこのカスタムするのはありですね。まあ、次はプレミアムカッパースタム、まあ、これはプレミアムを見たい方がいいと思います。あとは 3D 演出機能ですね。今はちょっとオフにしときます。カメラ上なんか映り悪くなったら嫌なんで。あとは高音カット自動ボタンですね。でカスタム初期化ってことで、何もカスタムなしでいきたいと思います。で大体大当たりに必要となってくる演出、3大注目演出っていうのが藤子ゾーン、タイプライター、真髄演出になります。藤子ゾーンはもう突入した時点で 72.2% の期待度があります。あとはね、やっぱタイプライターと真髄が絡んでこんかったら当たりにつながらんのかなと思いますね。バトル SP 中はその2つが注目演出です。そして右打ち中の大当たり確率に関しましては 39.6 分の1を6時短60回プラス残保留4回で当てれば継続していく形になります。最初ユニコーン出た時3000発ってやばないって思ってたけど、もうリゼロとかね、こうやってルパンとかの見てるともう3000発が当たり前の世界になってきましたね。どん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 パチンコは進化を遂げてる、面白い機種がいっぱい出てくるなと思います。でも私は結構振り分けに負けるのが得意って言っておかしいですけど、振り分けに負けることが多いんで、
唯一引っかかるのはやっぱ露出突入率 50% っていうのが最近の機種に比べたら突入率が低いところですね。でもその分当たったら3000発やから、まあまあうまいことできてんな。ちょっと今中打ちしてて少しムラがあるなって感じたんで、ちょっと強打ちでちょっと打っていきますね。強打ちは中打ちよりちょっとムラがすごいですね。ちょっと弱打ち試してみます。ちょっと強打ち、弱打ち、中打ちってやってみたんですけど、もうここって書いてるとこ狙うのが一番今のところ良さそうな気がします。保留に関しましては赤からですね、期待できるのは赤保留でだいたい 43.2%、 金保留でも意外に期待度低く 60.9% しかないみたいですね。やっぱり藤子の演出が熱いみたいで、保留でも藤子の強保留やと 80.9% 期待度があるので、金保留より期待度が高いですね。あとは おはよう藤子予告みたいなのがあるみたいで、そちらも 60.3%、 大体藤子が絡めば大当たり期待できるんかなと思います。おー、なんかすごい、これはさすがにレバブルです。タイマーもついてます。疑似2連55真っ赤なバラゾーン、すっごい震えてますレバブル。疑似3連いきました。これはおそらくジョーカーが出現してバトル SP に発展かな。さあ始めましょう。発展しました。本日初のバトル SP。 双壁のドンファ、今回はタイプライターなしなんで、ちょっと真珠エースが絡まないときついかな。ちょっと弱いね。甘いよ。あのレバブル来てもやっぱ真珠演出やタイプライター絡まないときついってことですね。真珠もなし、きついですね。チャンスアップなしでしたね。弱い。93ではいけない。お、トラーついに来ましたね。これは大チャンスでしょう。いや期待します。さすがに真珠エース来るやろ、願い。赤保留か、金でもよかったけどな。ダイヤモンド粉砕、真珠エースやっときました。よかった。こちらバトル SP の真髄のみなんで 55.7% ですね、今期待値は。さあボタンは何来る、押し込め、押し込みます。よかった。打ち始め512回転です。さあここで天国か地獄か、ここ連打したら藤子ちゃん出てきて限界突破で止まるってこともあるんですけど、止まれ、止まるんちゃん、これ止まらん。これで取れれば3000トンプラスラッシュ。あっさりすぎますよ、あの。いや、入らない？いけ！お前の全てが欲しい。
行きましたよ。魔性と死神。なになに、どうどうどう、押し込め押し込め、藤子ちゃん、おお当たった、藤子ちゃん限界突破お願い、止まれ、よっしゃー、もう最高、これで3000発プラスラッシュです。はい、9999回ってなってるんで、ここで 39.6 分の1を引いてもう1回1500玉もらえるという形です。ほんでこの後は60回プラス残保留4回なんで、64回転のうちに 39.6 分の1を引くと、ちょっとハマってますね。あ、当たった。はい、39回転目で当たりました。今のはで、この後から即当たり20回、60回転中20回転は即当たりです。もうここですね、もう違和感感じた時点で当たりです。あとはここが光ったりしたら当たりですね。早いな。8、7、6、5、4、早い早い。はい、こっからはバトルリーチで40回転、でさっきの20回転中に当たる確率大体4割あります。だから20回転中で当たり引いていったら出玉の速度もめっちゃ速いですね。ポーキーってなってますね。ダイヤ、ダイヤ、激闘バトル、激闘バトルなんでこれチャンスです。2連目ゲット、カジノみたいな7やな、かわいい、最高だぜ。あ、止まったんで当たり、違和感で当たるというね、もうこの限界突破、太陽狙え、おお、ザンホで当たってました、これやと最高。もうドキッテスター、当たり、早い、おー早い、めちゃおもろいやんこんなん。はい、もう万発です、めちゃ早い出るの。右打ち中のクラブは一番チャンスアップって書いてましたね。え復活パターンかなじゃない、全然外れましたわ。遊びは終わりか。4点敗。何これ楽しすぎる。当たりー、はやー、キャー、終わり、残保留、また残保留で引き戻し、面白すぎる。なかったですね。で、ここで残保留を消化してるって感じでしたね。15000玉、ボーナス10回、あ、今ですね、ハズレの残保留は。はい、まあまあ結構出たんじゃないでしょうか。はい、では実践終了させていただきます。もうどうなるかなって最初思ってたんですけど、なんとかラッシュ取れて、そっから20回転のラッシュが私的にはめちゃくちゃ爽快的でした。違和感を感じただけで当たるっていうのはめちゃくちゃ楽しかったです。皆さんももう多分ホールで導入されてると思いますので、よければ打った感想や右打ち中の感想コメントいただけたら嬉しいです。ってことで実践終了させていただきます。ありがとうございます。
コーナタウン茨城サイト店地域最大級なので皆さん遊びに来てね。